それでは続きまして勝利監督インタビューへと参ります。京都かぐやライズ池袋春彦監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン初のホーム戦で見事な勝利を挙げました。今の心境を教えてください。本当にあの木下アビール、非常に強い選手が多い中で、うちの選手が必要あのいつもよりも、すごい力が出したのは本当に皆さんの応援のおかげだなって感じました。ありがとうございます。現在首位の木下アビエルから白星を獲得いたしましたが、勝利のポイントを教えてください。チームワークというか、本当に、一人一人が、言葉も通じない部分もあるんですけども、一緒に練習して、一緒に応援して一緒に生活するしていることが、一番の勝因かなと思います。ありがとうございます。京都かぐやライズは今日の勝利で12月は3勝2敗と勝ち越しています。シーズン後半戦に向けて意気込みをお願いします。そしてまた あと数分後に試合があるんですけども、あとまだ年内も2試合あるので、しっかり勝ち切っていい年を越したいと思います。ありがとうございます。今ご覧の皆様、池袋監督トナカイの被り物をしてめちゃくちゃ浮かれていらっしゃる感じなんですけれども、最後にね、京都ホームの初開催見事勝利となりましたので、今日はクリスマスということもありますから、みんなでちょっとクリスマスプレゼントでジングルベルをここで歌いたいと思います。皆様ご協力いただいてよろしいでしょうか。私と一緒に歌ってくださいね。いきますね、せーの。ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス、ヘイ。ありがとうございます。勝利監督インタビュー、京都かぐやライズ池袋春彦監督でした。ありがとうございました。皆様大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。